はい、今回の動画は Windows 11で夜間モードに設定する方法をご紹介します。で、夜遅くまでパソコンを使っていたりとかすると、パソコンのね、この画面のブルーライトが原因で目の疲れが起こったりだとか、あと睡眠にもね、良くないというふうに言われています。なので、Windows 11にはこのブルーライトを減らす夜間モードっていうのが搭載されているので、その設定方法をご紹介します。それではまずは Windows キーを押したままアルファベットの I を押して、この Windows の設定の画面を開きます。で、次にこの左側のシステムの中にこのディスプレイという項目がありますので、こちらをクリックをしてください。はい、で、このディスプレイの中の明るさと色というところにこの夜間モードというのがありますので、もうすぐにですね、その場で手動で夜間モードをオンにしたい場合はですね、このオフというところですね、こちらをクリックしてオンにしてください。はい、そうするとこういった形でブルーライトをカットしたですね、夜間モードの画面にその場で切り替えることができます。で、この夜間モードを毎回毎回自分で手動で切り替えるんではなくて、時間で管理をすることもできるんですけども、その場合はですね、この夜間モードというところですね、こちらをクリックします。はい、そうするとここで夜間モードのね、いろんな設定をすることができるんですけども、まずね、この強さというところですね、このスライダーのところでね、この夜間モードのこのブルーライトをカットするね、強さを調整をすることもできますし、で、この時間でね、夜間モードを管理をしたいといった場合は、この夜間モードのスケジュールというところですね、こちらをクリックしてオンにしてもらうと、まずこの日没から朝までというところでは、日没の時間から翌日の日の出の時間までをですね、自動的に夜間モードに設定をすることもできますし、自分で時間を設定をしたいといった場合は、この時間の設定というところですね、こちらをクリックをすることによって、このオンにする時間とオフにする時間を自分で設定をすることもできます。はい、といったことで、今回の動画では Windows 11の夜間モードの設定方法をご紹介しましたけども、1日の中でパソコンをですね、長時間使うといった方であったりだとか、ある程度夜遅くまでね、パソコンを使うという方はですね、このモードをうまく活用してもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。